さあ続きいきましょう。動画外で、はい、回復しておきました。技ポイント84ですね。まだ全開じゃないんですけど、まあこれだけあればまあね十分でしょうということで、占いババのところに戻ります。急いで戻ろう。余計なエンカウントはちょっとあんましたくないですけど、あそうそうそう、あとあれだったね、亀の甲羅を背負うのを忘れてましたね。背負って雑魚と戦いたかったんですけど、すっかり忘れてました。これ使おうかな。 1,2,3,4,5,6 これかな。 1,2,3,4,5,6 OK。 いい具合にこうエンカウントをかわしていってるが、ここで出てしまう。はい、アイテムカードで、亀の甲羅を切る。これで多分経験値だと思うんですけどね、経験値たくさんもらえる的な感じだと思うんだけど、なるべくだったらちょっと温存していきたいね。あーマジか。まああんまり温存しすぎてライフが減っちゃってもしょうがないんですけど、まあでも回復アイテムはいっぱい持ってるんで、まあライフの消費は若干まあしょうがないとも見てます。そうですね。あーくそ、ここで取れない、ここで攻撃取れないのがちょっと痛いですね。ちょっとここ強いカード使っちゃうけど、なるべくだったら武闘筆のカードは残しておきたい。よし、入ってる入ってる。多分経験値だと思うんですけどね、カメラコーラ。 OK。さあこれでどうだ。マジか、倒しきれなかった。倒せるかなとは思ったんだけど、これでどうだ。さあ防御1だぞ。クリティカルは来ないか。マジかちょっとカード弱いっすな。お、来た、クリティカル。よーし、強いね。4枚か。ちょっと防御高め、ここは我慢してくれ。 OK、 ナイス、いいね、いいんじゃないですか。引き分け。さあここ取りたい。ダメか、これダメだったか。7の部のカードはちょっと残してるけど、あれかな、占いババのとこでは使えなかったりすんのかな、武器使用なしとか、その可能性もあるからな。使うか、とりあえず。さあどうだ。 OK、 まだか、強い、本当に強い。いつ使うか。じゃあ、あーダメだ、タフだね、ほんとね、この辺の敵は。ビカントといえどもね、あら、どっちはいかん。わあ、ゴミカードがね、押し寄せてくる。これはそんな食らんないと思うけど、オッケー。さあ、防戦一方だ。防戦一方食らった。食らったが、まあ、たかが知れてるダメージ。うーん、あんまり強いカード来ねえなー。よし、これで決めろ。もう結構ダメージ与えたと思うからね。よっしゃ、いけた。70。あ、やっぱり、そっかそっか、経験値アップだな多分な。これ説明見れないのか。前見たっけか。あ、いや、ないもんね。そうだよね、持ってないもんね。とりあえずここで弱いカードを消化してしまおうか。はい、わざと捨てるカードを出しておくと。これも戦略。あれ、この辺じゃなかったっけ、違ったっけか、もっと離れてたっけ。わー、くっそー、
もう強いカード一気に並べていっちゃった方がいいのかな。まあね、5枚カード使ったら当然その5枚が入れ替わるわけだから、強いカードそのうち2枚とかね、1枚2枚でも来る可能性あるから、逆に1枚の勝負だと1枚しか入れ替わりがないので、弱いカードが来たらちょっとお手上げって感じ。まあその辺ちょっと難しいですよね。なかなかのタフネスぶりだ。4枚、もう強い順番に出していくか。まあいいっすよ、ライフは本当にあの回復ね、アイテムで回復できるんで、技ポイントですよね。大事なのは技ポイントさえ残していけば、占いババ取ってまあ大丈夫だとは思うんですけど。 OK、 レベルもね上がってほしいですね。なかなか強いカード連続で出してくるな。ああ食らったけど4か、まあまあまあたかが知れてる。さあ強いカード来たぞ。強いカードは来たけども、使うとしたらじゃんけんですよ。わあマジか、まあ、引き分け7の筆使って引き分け寄りだったらまあまあまあよかったと見るべきか。うわーマジかー、くそこれ引き分けに持ってからだな、痛いな。じゃんけんいきます。よし、 OK 入った。33、なかなかに厳しい。さあ2枚、きたー、強いの来たけど、これで決めるか。じゃんけん、よし、マジか、まだか。いやー厳しい。逆カメハメハで一気に行った方が良かったのかな。大丈夫か。お、残像剣、オッケー、いいね。強いカードだけ使ってできればこの連で倒してほしいんだが、どうでしょうか。 OK、 いやーなかなかね厳しい戦いが。うわーこれまあまあ止まりたくねえな。 1,2,3,4,5、 あーこれもあれだな、まずいな。 3,4,5、 OK、 はてね一回止まるか。ヒューマン起きてカード入れ替えちゃってもいいですよ。 OK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 、 まあ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 いい方じゃないですか、牛魔王にしては。ねえ、あれここじゃなかったっけ。あ、違ったっけか。違ったか、もっと下の方だったっけ。 1,2,3,4 でカプセルハウス止まれる。あった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 、あれか。よし、5でついちゃうか。1,2,3,4,5、あ、5でついちゃうな。1,2,3,4,5、あ、まあ、いいが、いくか。はい、そういえばこっからスタートだったね、そういえばね。オッケー、ついた。ふふふ、構造、お仲間を連れてきたようじゃだ。さあ、早くやろうぜ。ついておいで。これ、みんな戦うのかな、これ。悟空一人じゃないのかな。この悪魔の便所で試合をしてもらう。さあ始めるぞ。そっちは誰からやるのじゃ。まあかませ犬からじゃないですか。じゃあクリリンか、僕が行きましょう。そうだよね、原作だとクリリンからだったような気もするな。うん、ではこちらの選手を紹介しよう。戦う紐のミイラくんじゃ。ふふふ、クリリンとミイラくんの対決です。はい、ここは負けてもいいのかな。負けても大丈夫なのか。悟空で3つ取りたいっすよね。ちょっと弱いカード使って、なるべくだったらちょっと弱いカードで、2枚、OK、
わあ、めちゃくちゃ強えな。てか、クリリンちょっと弱すぎやしませんか。この頃のクリリンすら、まあ、もうね、達人クラスだよね。これは、もう悟空に、あれだね、託した方が良さそうですね。お、ダメじゃない。ダメだね。37。ちょっと火力が半端ないっすもんな。まあ、参った。へへへ、もう終わりか。次は俺が行こう。来たね、ミスターカマセイヌ。紫だな、本当にお前は。紫総長よりも紫じゃないか、これ。この2枚でいきます。お、攻撃入るかな。でも防御1だぜ。入らない。ダメか。どうだ。食らったー。めちゃくちゃ強えな、おい。カード4枚。マジか。いや、どれもこれも使いたくないけど。もう。はい。よし。これで悟空でしょ。オッケー。よし。いいんです。これでいいんです。おわ、いいカード来てる。流れは来てるよ。おやおや、二人ともやられちまったね。もう諦めるかい？もちろんやるさ。ははは、冗談はよせ。お前が最後の対戦者だというのか？悟空とミラクルの対決。オッケー。行きましょう。レンとブを先に使うか、それとも必殺1枚使っていくか、いきなり大技でいくか、いきなりの大技でいくか。オッケー、レン。クリティカル来い。ダメか。オッケー、入った。強烈な一撃。あ、ちょっと待って、甲羅、亀の甲羅脱ぐの忘れた。でもここも全力でいくよ。逆カメハメハ。消費20だったっけ。18か。強烈な一撃59。ナイス。さあ、また強いカードが来た。ばあちゃん、あと2人に勝てばいいんだろ。変お調子に乗りよって。よし、2人目の戦士じゃ。悪魔小僧、俺様のふるさとに連れてってやろうか。地獄にな。うわー、アックマンすんごい悪そうな顔してる、これ。悟空と悪魔の対決です。オッケー、行こう。ちょっと待ってね。カードを使います。はい、お助けカード、違う、アイテムカード、亀の甲羅脱ぐ。よし、行きます。とりあえずまだね、ライフ余裕あるので、ライフに余裕があるので、この辺でちょっといくか。部のカード使えるんだったら残しといた方がいいかな。いや、先に部だな。ここはまあ取られてもしょうがないとも思ってたので、12、まあまずまずって感じか。よーし、取った。いきます。逆カメハメハ、大技いきます。うらー、食らいやがれ。いやー、しゃいたー。65、一撃。オッケー、強い。あ、また武器だ。オッケー、いいよ。あと一人だ。来い。くんやるの。だが、ここまでじゃよ。わしらの三人目はとんでもない達人での、ヒヒヒ、やっと出番が来たぞよ。はいっと。いやー、あ、もうこれご飯ってもう、ネタバレされとるね。ネタバレ、まあ、ネタ知ってるっていうの前提でやってんのかな、これ。え、いやー、ババ様お願いがあります。この小僧とは思いっきり戦ってみたいと思いますのじゃ。狭いここではなく、外の競技場でやらせていただいてもよろしゅうございますか。いいじゃろ、思いっきりやるがよい。そして試合は外の、競技場へ移されました。さあ、戻ってきて、では最後の試合を始めるぞよ。頑張れよ悟空、油断するな。お前らに言われたくはねえけどね。よし、絶対に勝つぞ。ふ。よし、もうここぶっぱでしょ。全部ぶっぱだよね、ここは。5枚でいきます。いや、5枚
まあ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 、5枚選択しちゃったからな。ブー、ヒツ、ブーブーでいきます。OK。もうここでいきなり決めたい。もう長期戦はこっちが不利だから。何防御2だぜ。防御1。うら、こっちはもう武器使っちゃうからね。いやー、入った。28。さあ、次。よし、取ったけど、防御7か。まあまあまあ、でも、必殺技発動しただけでも。よーし、入った。51。オッケー。あとはもう、腰7の武器だから、ここもそこそこ入ってくれるともう20。よっしゃ、オッケー。完封。これだけ強いカードがあれば。参った、わしの負けじゃ。強くなったな、悟空よ。よう修行した。まあ、まさか。そうじゃ、わしじゃよ。いや、このシーン、いいとこなんだよね、これね。じいちゃん。なんとこの強敵は、死んだ悟空のおじいさん、孫悟飯だったのです。悟飯は占いババによって、あの世から一日だけ戻ってきていたのです。遠い未来のあの世で、さらに成長したお前の姿を見るのを楽しみにしておるぞ。では、ごきげんよう。ああね、ここまで、ほんと原作だとね、悟空ってすごくこう、無邪気で、ね、天真爛漫でこう、そして強くて、決してくじけなくて、みたいな。ね、もう、本当になんていうのかな、ジャンプのザ・主人公みたいな、ね、強くて、もうヒーローみたいな感じなんだけど、ここでね、初めてこの、子供っぽい一面っていうのをね、見せるんだよね。これ、占ってやるぞよ。おー、もう、なんともわかりやすい。クリリン、ヤムちゃん、またな、もう行っちゃったっていうね。置いてけぼり。さあ、強いカードを集めよう。1、2、3、4、5。4マスで、また間が待ってるな。ちょっとここは止まりたくない。お、オッケー、神経衰弱。これ当てたいんだよな。ほい、ダメか。なかなか当たんねえんだよ、これ。よし。ちょっと回復したい。OK! 76。もう一回ちょっと回復させたいけど、多分ね、ピラフと戦うことになると思うんだけどね。まあ、いいか。行くか、このまま。もう弱いカード。弱いカードを使っていきます。マジか。え、マジか？たまたま買っちゃってる感じだね。うわー、弱いカード。弱いカードが戻ってきた。じゃあ、こうして、あー、変化したかー。マジかー。ここで変化したくなかったなー。この弱いカードが集まったところで。ねえ、ちょっと、エンカウントはしたくなかったけど。あ、そうだ、甲羅つけなきゃ。甲羅をつけ、でも弱いカードしかないから。オッケー、攻撃取った。こっちがカードの枚数を選択するときはカードを使えないのかな？多分。あっちが何枚かの指定をしてきたときは使えるのかな？カード何枚の勝負？はい、うん、やっぱ使えないですね。こっちが選択、枚数を選択するときは選べない。ということか。オッケー。ここ取ったの大きいぞ。よーし、じゃあ、27。だから、目ん玉すごい飛び出そうだよね。相手の、マミーさん。やばい、こっち防御1だ。やばいぞ。5。まあまあまあですね。いや、そろそろレベル上がってもいいんじゃないかなと、まあ思うんだけど。いやー。また常にこっちがあれだな。枚数指定になる。わー、マジかー。ここ取れないの痛いっすね。ナイスー。SS。OK。次のヒツ取れるかなー。3だからね。ちょっと厳しいかもね。10。
ダメか。これはちょっと食らっちゃうかもよ。7。あ、まあまあ、それでも7、一桁だったら。うわぁ、もう、とことん、あ、やばい。今のところで多分コーラ、セッティングできたと思うんだけど。あ、違うな。こっちの位置、あれ？今のってこっちが1枚指定してきたの？ん？違うな。向こうが1枚指定してきたんだよね、多分ね。やーばい。オッケー、必須は取った、じゃんけん。もう一気に逆カメハメハレ倒してもよかったのかなという気もするんだけど。オッケー、いけたいけた。ちょっと待って。カプセルハウスに一回戻りたいですね。1、2、3、4。22で戻れるけど、1だったら間違いなくエンカウントはしないから、ここで弱いカードを使っておく。まあこれでいいか。よし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 。まずまずじゃないですか。戻りたいけど、ちょっと戻れなさそうだな。1くればいいけど、こういう時って1来ねえんだよね。うん、じゃあ行くか、先。あ、やばい。エンカウントしちゃった。間違った。もう、ちゃんと見てなかった。常人、よりによって常人かよ。じゃあもうここ、もう一気に行きます。こいつめちゃくちゃ強いんすよ。めちゃくちゃ硬くて。だからもう全力持って行かないと。カード、あっという間に雑魚カード、もう弱いカードになっちゃうんで。全力持っていかないと、もうボスと同じぐらいの気持ちで挑まないとここダメっすね。もう MP っていうか、技ポイントが、あっという間になくなっちゃうけど。よし。OK。ちょ、もう一回。ちょっと、なかなか先に進めなくて申し訳ないっす。この辺もノーカットで、いきます。よし。1。ああ、ダメか。1、2、3、4で、まになっちゃうんだ。1、2、3。じゃあ、4だとままでいかないのか。1、2、3、4。いやー、1来ないねー。どうにかして同じ数字を作らなきゃいかんなぁ。ああ、常人じゃなくてよかった。ダメだね。ちょっと、ここで時間使ってたらいつまで経ってもちょっと、回復できなさそうだから、この技ポイントの回復に関してすごくちょっと大変だね、この作品は。よし。まあ、動画外でやっとけよって話にもなるんだけどね。動画外でやったらまたレベルとか上がっちゃうから、あんまり本当はやりたくないんですけど。さあさあさあ。あー、ちょっとここ攻撃取れないな。カード全部入れ替えたから、2、3枚強いの来てほしいですけどね。ナイスクリティカル。よーし。いいっすね、いいっすね。オッケー、強いカードは来てるね。もう3枚。ダメか。まあ、ここはでもまあ、しょうがないとしても、次と、ちょっと取ってほしいな、攻撃。オッケー、取った。じゃんけん。これで、落ちるんじゃないの？どうですか？オッケー。ごちそう食べて回復。まあ、そうそう、体力の回復はいいんだけどね。なかなかに厳しいんですよ。ちょっともう一回、もう一回チャレンジ。はい。そんなことではダメ。1,2,3 もう一回、これでダメだったらもう先進む。うい、あーダメかー、技ポイント来なかったー。なかな、うわーマジかー。
マジか、厳しいな。よーし、49。まあしょうがないですね、こればっかりは。まあ敵と戦って技ポイント回復することもあるから、なんかなんだっけ、技ポイント回復するアイテムね、ドロップすることもあるんで、先進みますか。とりあえずもうどんどん強いカード出していこう、あと先考えず。やっぱりね、ご飯戦もしかりなんですけど、なんだろう、こう長期戦が本当にダメっていうか、長期戦になっちゃったら高い率でちょっとこっちが不利になるので、よし、いた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 、いましたよ。よーし、OK。 おお、強いカード来たね。6か7しかない、1、2、3、4、5、6、あー6でハテナだから7使おう。よし、 OKOK、 1、2、3、4、5、6でかわせるね、6でかわせる。ほい。いや、1使いたくねえな。1は使いたくない。4、5、6。さあ、ちょっとここでカード調整しなきゃだけど、いけるか、いくか、いっちゃいましょうか。これ3連、下手すりゃ3連戦とかあるかもしれないよね。そうそう、そんなバカな。あ、あの小僧だ。どうしてここに。この箱にドラゴンボールを入れておけばレーダーには絶対に映らないはず。ムムム。やい、おとなしくボールを渡せ。そうはいくか。我々と対決してお前が勝てばこのボールをやろう。ピラフたちはホイップカプセルでそれぞれにバトルジャケットを出してそれに乗り込みました。よーし、ま、行け。はあ。やっぱこれ3連戦っぽいな。3連戦っぽいな。なんかな。やだなぁ。あ、まあ、脱いでいるか。脱いでいるでいきますか。まあ、でも、ボス戦だからこそ、ちょっと、甲羅をつけて戦いたいってのあるかもしれませんよね。経験値、いや、ダメだな。ダメダメダメ。そんなことじゃダメだ。ミスターポポじゃないけども、そんなことじゃダメだ。ここは、強めのカード。まだ、必殺はちょっと使わないで、残しておきたい。勝ち、勝ってえなー。いやー、これ技ポイントちょっとこれやっぱあった方良かったっすねー。逆カメハメハ使っちゃったらさ、ちょっと厳しいよねー。ブのカードもこれもちょっと攻撃したいな。4枚、タイはい、蹴り、シュー、蹴りね、ヒツのブ、どうだ、できれば全部取りたい。よっしゃ、オッケーオッケーオッケー、次だよ、次だよ。次のカードが大事だから。きた、オッケー。逆カメハメハはダメ。多重残像剣は多分ね、10ぐらいじゃなかったっけ。だから、3連戦あったとしても1回ずつだったら使えるから、オッケーオッケー、10ぐらいかな。11かな、違うな、9か。オッケー。30いくらだったっけ ?33 だったっけ、あ、ちょっとわかんなくなってたね。わかんなくなってたけど。あ、やっぱ3連戦か。オッケーオッケー。でも、まあ、1回ずつだったら多重残像剣、ね、多重残像剣でいけるから、残像剣で勝負だ、ここは。3枚。
強い順でいきます。あー引き分けか。まあまあでも相手必殺だったから引き分けに持ってったのも、わーこのブのカードも引き分けになったのがちょっと痛い。両者痛み分けって感じか。これでカッチカチですなー。うわーやばい。4枚、どうする。ガッチャン使うか。いやいやー防御も弱いだよね。攻撃弱くて防御強いカードってのもなかなか来ないよね。うわーやばい。まあでも 120HP ライフがあれば OK。 効かね効かね、大丈夫だ。あーやばい、ヒッツこれはそこそこ食らうと思う。いやでも4枚入れ替えるから強いカード来てほしいんだけど、25、まあそれでも25か。やばい、でもこれを連続で食らうようじゃちょっとまずいのよ。これを連続で食らうようじゃちょっとまずい。うん、通常攻撃に関してはまあしょうがないけどね。これはそんな食らってもそんな食らわないんじゃない。1だよねだよねだよね。オッケーオッケー。4枚の勝負に挑んできた。相変わらずのゴミカード。うわーマジか、全然攻撃できねえ、全然攻撃できない。ちょっと強めの必須のカード欲しいなー。ここへ必殺技連続で来ると多分負ける。オッケー、強いカードが来るまでちょっとでもダメージ与えてくれ。10、うわーやばい、これはまずい。さあ25、もう一発も必殺技食らえない。うわーやばい、これ25で終わるんじゃね。終わるなー、残ってくれ。あーやり直しだ。くそー。はい、じゃあはい、また戻します。はい、やり直してピラフ戦までやり直します。はい、戻します。ということで、次回お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。